今日は真庭市の太田市長と三菱 UFJ 信託銀行の高橋アセットマネジメント事業部長が J クレジットの活用に関する協定書に署名しました。 J クレジット制度は省エネ設備の導入や森林の管理などによって削減・吸収された温室効果ガスをクレジットとして国が認証し購入・売却できる制度です。真庭市によりますと、樹木を伐採した跡地のおよそ8割がその後植林されることなく放置されていて、森林の維持が課題となっています。真庭市は伐採の跡地に関する情報などを発信し、三菱 UFJ 信託銀行が土地の購入や植林の委託、J クレジットの販売を行うことで持続的な森林経営につなげたいとしています。一緒になって、ぜひ成功させていきたいなと。で、こういう取り組みが、それによって広がればですね、より森林経営といいますかね、に新しい道が開けると思ってますので。